VK56VD 型エンジンは、日産自動車により製造されている V 型8、気筒エンジンである。排気量 5552cc の V 型8、気筒エンジン。2010年3月18日に、排気量4.5リットルの VK45、出型エンジンを搭載していたインフィニティ M45 の後継者として、北米で発売された M56 に、 初めて搭載された。v k 4 5で型に比べて、排気量が1.1リットル増加されたことで、出力、トルクが大幅に増加したが、同社の V 型6気筒エンジンである VQ37、VHR 型エンジン及び同じく V8 の VKK エンジンである VK50VE 型エンジンにも採用されている、可変バルブ機構バルの採用に加え、 新たに直噴化がなされたことにより燃費性能も向上している。2010年4月に中東で発売される日産パトロール及びその姉妹車で2010年初夏に北米で発売される予定のインフィニティ QX56 にも搭載されるが出力、トルクともに M56 に搭載されるものよりも低下されている。なお QX56 は 同排気量の VK56 デガタエンジンが、パトロールについては、直列6気筒4.5リットルの TB45、E 型及び、同4.8リットルの TB48、デガタエンジンがそれぞれ先代モデルに搭載されていた。また、日産ブランドで販売されるパトロールには、車両後部に、バル DIG と書かれた、環境対応車を示す青いプレートが装着されている。 ありがとうございます。